コマ落としの使い方をご説明します。こちらの器具では反射神経や手先の機能向上につながる運動ができます。手で一番下のコマをつかみ持ち上げます。掴んでいるコマを一つずつ落とします。動きに慣れたら決めた個数のコマを落としたり、両手を使って左右同時に行ってみましょう。コマ落としの使用方法をご説明しました。呼吸を忘れずにリラックスしながら無理のない範囲で楽しんで行うことが運動の大切なポイントです。これからも身近な公園や広場で健康づくりをしてみましょう。